イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、三菱電機とレオナルド UK 社との次世代レーダーを共同開発するとの情報をキャッチしまいた。今回は、この次世代レーダー共同開発を詳しく見ていきますね。本格始動した F3 戦闘機開発とテンペスト同時進行で進んでいきますね。2022年に入って以降に、日本は航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画について、イギリスとの協調と連携を図りながら、これを推進する方向性が打ち出され、アメリカ一辺倒だった領域に変化が見え始めている。今年2022年2月中旬には、イギリスの国防省が、日本との間で世界的に見ても、先進的な戦闘機用センサの共同研究に乗り出すために、基本となる合意書を取り交わしたと発表。スコットランドにおいて開始される見込みだと伝えられた。ここで言うスコットランドとは、イタリアの軍需企業大手、レオナルド社のイギリス現地法人である、レオナルド UK 社を指しており、同社が、戦闘機用センサの日英の共同研究の中核を担うことが明らかになったと言えた。レオナルド UK 社では、ジャガーシステムと呼称されるユニバーサル RF センサ技術を用いており、脅威となる敵目標を検知、迅速かつ精緻に特定するもので、敵側からの同様な動きを阻害する働きを担い得ると考えられている。このユニバーサル RF センサ技術が用いられた戦闘機用センサは、これまでの同種のものと比して、実に1万倍以上に相当する、データ収集能力を実現し、それらを解析して使用することで、高度な戦場での認識能力を発揮するという。レオナルド UK 社のジャガーシステムは、開発完了までに、およそ5年ほどが見込まれており、その間、日本とイギリスとは、双方で、2機ずつ、のこれを搭載した実証実験機を通じて、そこで得られる情報の共有を図るとされている。そして、2022年7月19日、日本とイタリアとの次期戦闘機開発における協力関係をさらに強化すると、イギリス政府が発表、今年2022年中をめどとして、より詳細で具体的なこの3カ国における協力計画を進めていく方針であることを表明した。前述のレオナルド UK 社によるジャガーシステムや、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社による機関部の共同開発等が進められている次期戦闘機開発に対し、ここに本格的にイタリアも参画することが示された形だ。イギリス政府は今回の発表について自国を含め日本、イタリアともにアメリカ製のいわゆる第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2を運用中でかつこれまでにも合同軍事演習を行った経緯があることを前面に出した。さらに、イギリス政府は、同国の大手軍需企業、BAE システムズ社が、新しい実証実験機を、今後、5年内をめどとして、機体のステルス性能を試験する目的で製作し、それを、世界に向けて公開する予定であると述べている。こうしたイギリス政府からの発表を受けつつ、7月18日から22日までの日程で開催されていた、今回で51回目となった、ファンボロー国際航空ショーでは、レオナルド UK 社と日本の三菱電機社とが、新たな発表を行った。ちなみに、今回のファンボロー国際航空ショーも、イギリス南部、ハンプシャー州のファンボロー、空港を舞台に開催されており、これまでは、学年開催が常であったが、前回2020年は、新型コロナウイルスの蔓延で未開催だった。今回のファンボロー国際航空ショーでも、アメリカのボーイング社、レイセオンテクノロジー社、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社等々、西側を代表する、
航空宇宙関連企業が複数参画して行われた。そこで、ジャガーシステムを有するレオナルド UK 社と三菱電機社とが、その技術を搭載した実証実験機の開発において協力することが合意に達したと述べられ、2月に取り交わしが行われた合意書をさらに一歩進めたものだ。これまでの合意書では、新たな戦闘機用戦車として、その準備段階としての概念の分析や実現に向けた可能性の調査を行っていたが、これをベースに実際の共同開発のフェーズに移行していくことが確認されたとみてよい。レオナルド UK 社の母体であるイタリアのレオナルド社は、ジャガーシステムのみならずユーロファイタータイフーン等採用のレーダー開発にも従事しており、アメリカ法人のレオナルド DRS 社も同様である。レオナルド DRS 社はアメリカやイスラエル企業とも協業しており、各種の航空機や艦艇、地上車両に搭載する複数のレーダー開発を手掛けており、同分野において世界で最先端の技術力と開発力を有すると考えられている。こうした動きを通して、日本とイギリスとの前者の次期戦闘機開発、後者のテンペスト計画は着々と進展していることが感じられるが、イギリスのロイターも7月14日にこれらに関する記事を掲載し、注目を集めていた。ロイターの記事によれば、イギリス側は前述した7月18日から開催されるファンボロー国際航空ショーにおいて、自国で進めるテンペスト計画についての新情報を明らかにするのではないかとの見通しを述べている。そこでは、イギリスと日本とが、各々の抱えるテンペスト計画と次期戦闘機開発計画について、それらを一つにした次世代の戦闘機の開発に集約する可能性について言及されており、究極的な開発、及び調達コストの低減を志向していると予想している。ここで完成を見た次世代戦闘機については、日本とイギリスとが、相互に、自国での調達、運用を行うことと並行して、前者がアジア市場、後者がヨーロッパ市場への輸出も念頭に置いているとも述べてられており、中に興味深い。これが事実だとすれば、日本にとっては、これまで、最も有力な防衛装備品の海外輸出を行う可能性も秘めているようにも感じられるが、現状では、ここまで踏み込んだ展開は、日本、イギリス政府の公式な発表には含まれてはいない。また、そうして、次世代戦闘機が完成を迎えたと仮定しても、日本、イギリスともにアメリカ軍との相互の運用性を保持するための各種の通信機器やデータリンクに必要な電子機器類はアメリカ製の製品を抜きにはできないとも言われている。2022年5月に日本のマスメディアである大手新聞複数社が、日本の次期戦闘機開発はイギリスとの共同開発に舵を切ったと報じたが、これを全面的には支持しないテレグラフ社等の海外メディアの分析も存在している。そこでは、日本は集団的自衛権が防衛政策として容認されておらず、この縛りからアメリカとの安全保障体制からの脱却は困難で、イギリスがその地位を取って代わる存在となることは事実上ありえないだろうと述べられている。アメリカは自国の国際的な基本戦略の一環として、先進的な軍事技術の輸出や移転するに、際に、そのすべてを開示することはなく、また、さらにそれらを行った相手国に対しても、厳しい運用上の制限を課している、レーハ枚挙にいとまがない。イギリスもそうしたアメリカの姿勢は熟知しており、こうした認識は、西側諸国にも共通するものと言えそうだが、無論、日本も、現行の F2 戦闘機を開発するにあたって、F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、これは痛感している。そのため、イギリス政府が、
日本との連携を模索してきた背景には、軍事的な連携を進めるというよりも、拠出可能な日本の財力に着目しているとの見方も多く、今年2022年中とされる日本の次期戦闘機開発の方向性からは、目が離せない。